皆さんこんにちは、横山由依です。今日は京都サンガ FC のホームスタジアム、サンガスタジアム by 京セラにお邪魔してます。すごい大きいね。今日はね、そうサンガの試合を観戦するということで、こうやってユニフォームを着ています。これね、すごい紫色で、私大好きな紫色で嬉しいんですけれども、じゃん、この数字何か分かりますか？分かんないと思うんですけど、そう、これなんか何番にしますかって聞いてくださったので、自分の誕生日の12月8日の128を入れていただきましたね。いいですよね、ユニフォームってやっぱなんかこうすごいテンションが上がります今日はこのサンガスタジアムを中心に、私のおすすめの京都のスポットを巡っていきたいなと思います。で、私の YouTube の方ではサンガスタジアムでの観戦の模様をお届けしますので、合わせてご覧ください。来ましたよ、伏見稲荷。伏見稲荷はなんか昔その京都で番組をやらせてもらってた時に、そのロケで来たことがあるんですけど、それが私が来た最後だったんですけど、それ8年前とかやからすごい、まあ、久しぶりに来たなって感じですね。でもやっぱ今日すごいお天気がいいから、なんかね、こういう日にお参りできるのはやっぱいいですよね、うん、ちょっとなんか非日常な感じがありますよね。ちょっとパワーを感じるというか、健康でいられますようにって各所でそれをお願いしてるんですけどね、やっぱりなんか健康でいられないと、何もねチャレンジすることもできないと思いますし、一番大事かなって最近思うので、ちょっとそれをお願いしました。またお礼ね、お礼参りというか、ちゃんと健康でいられたらね、また来ないとなとは思います。願いが叶う願掛け鳥居っていうのがあるので、ちょっとやってみよう。なんか珍しいですね、これは。ほら、すごい、これ鳥居が千本鳥居の鳥居かな。じゃあやっぱりもうサンガに買ってもらいたいので、よし、試合に勝てますようにと書きました。じゃあお願いします。今日はもうサンガへの思いを込めてですね、このすごい紫色のパーカーと、これもサンガって書いてあるんですけど、っていうのを着て、でなんとこうじゃん、靴下、これ私物なんですけど、こう紫色の履きました。今日はね、買ってほしいですからね。
で、なんとここにはサンガのキャラクターのことのちゃんがいます。今日はこのことのちゃんと一緒にね、旅したいと思います。さあ、ついに千本鳥居ですよ。すごい立派。なんかここは本当にやっぱ木があって、でその中にこう鳥居があるっていう、このなんていうのかな、なんか自然の中に、入り込んだ感じがね、すごくなんかいいんですよね。やっぱちょっとなんか冷たい風が吹いてくるような、涼しい。本当に今日はもうなんか天気が最高すぎて、ね、この隙間からこう太陽が入ってくるのがね、もう最高です。最後まで行くともう片道1時間ぐらいかかるらしいんですよ。今日はねちょっと行けないからそれはちょっとね個人的にリベンジしたいなと思うんですけど、なんかパワーをもらえますよね。さっきのよりはねちょっと小さめの鳥居ですよね。密度がギュッてしてる。あとやっぱちょっとこういう、なんていうんですか、斜めになってたりとか、こう一緒の鳥居があるように見えて違うっていうのがなんか、すごい味があるなって感じしますね。ここ綺麗そうですかね。違うかったみたいな、ちょっとなんか違うかったなみたいな。でも太陽ない方がもしかして、おお撮れたのかな。最近カメラにハマってて、でちょっと今日持ってくと忘れちゃったんですけどそうニコンの ZFC ってカメラを初めてそのデジタルのカメラを買って、でそれはなんか、なんだろう、単焦点レンズだから、ちょっと遠くのものとか撮れないんですけど、なんかそのまあちょっと近いお花を撮ったりとか、なんかそういう猫撮ったりとか、なんかそういう風にねやるのが楽しいですね。私は結構本当に太陽光がすごい好きで、だからなんかこの木の陰から見える太陽みたいなのとかを結構撮ったりしますね。木漏れ日みたいなのが結構惹かれますね木漏れ日に惹かれる。そうだから携帯とかにも結構その、なんだろう、木の木漏れ日それが木漏れ日なんですけどそう木漏れ日の写真とかを撮ってたりとか、そういうのですかね。スカイツリーとか、あ、でも京都タワーとかもそう撮ったりします。スカイツリー、なんでスカイツリー京都タワー、じゃあ京都タワー見えたんですよ。でそう見ながらスカイツリーって言っちゃったから、ちょっとこれはミスミスですそう、ちょタワーちょっとね、そう京都タワーとかも撮りましたね。前に来て久しぶりに来たいなって思ったところなんですけど、こちらです。カモみたらし茶屋さん、こんにちは。なんか本当にいつだったかなっていうのをちゃんと覚えてるわけじゃないんですけど、下鴨神社の近くにみたらし団子の発祥の地って言われてるところがあって、でこのみたらし団子っていうのをすごい断片的なんですけど覚えてて、ちょっとどうしても来たいなと思ったので今日は来てみました。お待たせいたしました、お団子でございます。 ありがとうございます。これですよこのちょっと隙間がね空いてるんですよ、一個。
美味しそう。美味しそうです。いただきます。美味しい。このおこげがすごいいいんですよね。焼きたてとか出来上がりたてみたいなののこの、おこげの感じがねちょっと忘れられなかったのでもう一回行きたいなっていう感じで思って、この甘辛いタレがねすごい美味しいし、あとはこのねお団子が結構小さめでパクパク食べれちゃうっていうのがすごいいいかなっていう感じですね。私もその番組を8年かなやらせてもらってたのでいろんなところに行かせてもらったんですけど、本当になんかどこもそうこだわりを持ってこう丁寧にものを作ってらっしゃるなっていう印象があって、それがやっぱ京都の良さかなってすごく思うので、出身だから京都好きっていうだけじゃなくて、やっぱ東京に出てってからもあ京都っていいなって改めていいなってすごい感じることが増えたので、京都本当にいいところたくさんあって、他にもその車崎神社って嵐山にあるんですけど、そこは芸能の神社で初めて確かねお参りに行って、母親と行って、その帰り道にその自分の冠番組がスタートするっていうあのお知らせの電話をもらったんですよ。だからああなんかすごいなーってすごいなと思ってるので、そこも行きたいですし、なんか京都はこの季節ごともいいところいっぱいあると思うので、なんかね夏とかだと川床でそうご飯食べれるお店があったりとか、鴨川沿いにもすごいカフェがいろいろあったりするので、そこも行きたいなみたいな次回があればねちょっと行きたいなって感じですね。これはスタッフさんがめちゃくちゃおすすめらしいですね。うわーもう海苔の香りがするんですよ。山椒をつけたらいいんですよねいただきます。最高、おいしい。めっちゃおいしいです。山椒がめっちゃいいですね。もうなんか絶妙ですよね、全部が。お醤油の味もこう海苔のちょっと しんなりしてきた感じもで、山椒が後からこうピリッとくる、わ京都って感じの美味しい。山椒って美味しいですよね。ちょっとここは久しぶりに来たんですけど大好きなところです。こんにちは。ここはもうねとにかく店内がすごいおしゃれでいいんですよね。こういうおしゃれですよね。いろんな席があって、あ、ね、こことかも座ったことありますね。あ、ほらもう最高ですよ。ここはテラス？テラス席。
このお天気がいいとめっちゃいいですよね。こんにちは。こんにちは。メニューをお持ちいたしました。ありがとうございます。こちらがお食事のメニューですね。はい、このピザが、ピッツァが美味しいんですよね。ピザすごいおすすめになります、ね。はい、どのピザが美味しいですか？そうですね、この四角い、あの囲われているこちらの、はい、マッシュルームのピッツァ、マッシュルームが今の旬のものになるんで、じゃあ噴気ピッツァにしたいですね。そちらで、はい、あと、はい、前来た時に、はい、あのパスタがなんかすごい美味しかったんですけど、はい、なんかどういった感じのパスタ？なんかね、すごい人気っておっしゃってて、でなんか白いあ一番定番で人気のパスタですね。はい、ロングパスタになるんですけど、はい、チーズと黒胡椒のパスタになりますね。それっていいですか？それもいいですか？はい、すいません、飲み物もね、はい、めっちゃあるんですよね。どういう感じで本日はお考えですかね？お酒飲まれますか？はい、お酒飲みたいです。イタリアンレモネード、はい、はい、はもうかなりローアルコールで、はい、あのスイスイジュースみたいに飲んでいただけるような、赤ワインですか？女性の方にもおすすめしてます。じゃあイタリアンレモネードでお願いします。そちらで、はいはい、決断が早いですね。なんか結構私3つ上に姉がいるんですけど、その姉とよく来てるんですけど、まあ、京都に旅行に来た時とか、まあ、実家に帰った帰りにここでご飯食べて東京戻るみたいな。はい、ありがとうございます。うわぁ、それはすごいですね。こちらがイタリアンレモネード。あー、すごい、赤ワインが。そうです、この上に塗ろうとしてあるんですけど、混ぜながらお飲みください。はい、わかりました。そしてあの部分がここですか？自家製のイタリアレモネード、はい。あ、ここですかね。はい。で、上積みが赤ワインで混ぜながら、はい、ありがとうございます。ちょっと混ぜてみよう。あ、結構赤ワインの香りしますね。あ、すごいいい感じで混ざってきた。いただきます。うん、美味しい。レモネードが結構酸っぱいのが強いレモネードなので、爽やか、美味しい。確かにこれはグイグイ飲めちゃう感じ。サンガっぽい色になってるじゃないですか。どうですか、ちょっとね。そうなんですか。そこの撮影が始まるちょっと前にスタッフさんたちとピザかピッツァかっていう話になって、いやじゃあもういやここはピッツァで統一しましょうみたいになったんですけど、ちょっとやっぱ言い慣れてなさすぎてピッツァって言った自分がちょっと恥ずかしくなって、ピザってあ、じゃあこのピザでって言ったら店員さんがピッツァって言ったから、あ、やっぱピッツァなんだってなったっていう。何これ、何この話。ね、ピッツァって言ってました。言ってたみたいです。もう一回確認してみてください、ピッツァって言ってたか。もう最初はピッツァでトライしましたよね。ちょっとな、心が折れましたね。店員さんはピザだった。初回はね。だからなんて持ってきてくださるか結構楽しみですよね。ピザでも面白いし、ピッツァでもやっぱピッツァだったんだってなるので、ちょっとそれを楽しみに待ちましょう。来るかもしれない。, 笑っちゃうな。気づいたら、気づいたら葉っぱいたんですけど、いつからですか？いましたよね。私もなんかいるって思ったら葉っぱがいた。
まあ、いっか。まあね、自然、大自然の中なので。自然を感じながらね、やっぱり。こちらがピザですね、お持ちいたしました。はい、ありがとうございます。本日ピザになります。こちらはあの特製のチリオイルになるので、お好みで。チリオイル。はい。ありがとうございます。聞いてましたか？ありがとうございます。ちょっとまさかのどっちもでしたよね。どっちもでしたね。面白い。だからどっちでもいいってことですよね、多分。し、多分優しさかもしれないです、店員さんの。私もなんかピッツァスタートのピザに行ったりしちゃったから、どっちでもいいよっていう、こう優しさかも。こう持ってきた時はピザっておっしゃって、置いた時ピッツァっておっしゃってたので、いやちょっとこれは楽しかったですね。じゃあいただきます。あ、美味しそう。これはだから季節限定のピッツァなので、キノコがいっぱいですね。うん、パスタもすごい美味しそうですよ。あ、最高。じゃあいただきます。よし、うん、麺がもちもちなんですよ。美味しい、最高に美味しいです。チーズがね、いい感じで、めちゃくちゃ美味しいな。絶対ここ来たらこれ食べてほしい。じゃあピッツァをいただきます。どうしようかな、まずは何もかけずにね。いただきます。うん、うん、すっごい美味しい。これもチーズがまたたくさん乗ってて、うん、最高ですね。美味しい。飲み物は本当に全部好きなんですけど、アールグレイのアイスティーも結構好きです。うん、あとビールも好きですね。めちゃくちゃ好き。こう全部表せる、表現できるって思うと、やっぱ飲み物が好きっていうのが一番正しい表現になるかなっていう。今回は3カ所回ってきたんですけど、やっぱり京都ってこうなんか時間の流れがゆったりしてるなっていう感覚がいつ来てもあるんですよね。うん、なんかいい場所もたくさんあるし、こうパワーもらえる場所であったりとか、あとはなんかこうリラックスできる空間とかすごいあると思うので、なんかちょっとなんか毎日ちょっと疲れちゃったなみたいな時に京都行くのもいいと思いますし、あとはもう本当にシンプルになんかその歴史が詰まった街を楽しむっていうのもいいと思うので、なんか私もやっぱプライベートでまた来たいなって思いました。あとはやっぱここに来てピザとピッツァを体験してもらいたいなと思います。はい、ありがとうございました。